皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は日記の動画です。中学生の皆さんに定期テストの勉強法の提案、これをしてみたいと思います。定期テストがあるとテスト範囲のプリントが配られると思うんですけれど、皆さんこのテスト範囲のプリントしっかり見ていますか？ね、テスト範囲のプリントどこを見たらいいかと、もちろん教科書のページのどこからどこまでが範囲だよと、ワークはこの範囲だよということがあるんですけれど、他に何か書いてあることありませんか？まあ、全ての学校に当てはまるかどうかは分からないんですけれど、うちの塾に通ってくる中学校、4つの中学から通ってきてるんですけれど、どの中学にも学習のアドバイスとか備考という部分があって、そこに実はどこを勉強したらいいですよと、どんな勉強をすればいいですよということが書いてあるんですね。もし学習のアドバイスとか備考という部分があったら、そこを見てください。具体的にどんなことが書いてあるか、ここに例を挙げてみます。今回のうちの塾生のテスト範囲、こんなことが書いてありました。社会では地理、地理では京都の町並みや大阪の商人、琵琶湖の環境についてまとめよう。つまりこの部分がテストに出る、だから勉強しておいた方がいいよと学校の先生は言ってるんですね。そして歴史では日本が開国した理由、江戸幕府が滅亡したのはなぜか、時代を追うようにまとめようと、こうあったらこの部分は出るよと、ね、出る確率が高いよとプリントの中で教えてくれているわけです。もっと具体的に書いてあるところもありました。で、理科は例えば北海道の原理を勉強しようと、これ発熱反応のところですよね。それから電流系電圧系のメモリを読めるようにしようと、これは必ず出ると書いてありました。ね、そういうことが書いてあれば、あ、ここで点数取れるんですから、ここはしっかり勉強するわけですよね。そして電流と電圧の関係をグラフに表せるようにしておこうということも書いてありました。英語では学習診断テストを見直そう。この学習診断テストというのは実は単元別のまとめのテストで、そこを見直しておくと、テストができるよと。それからワークを2回以上やっておくようにと書いてあると、あ、ワークからテスト問題出るんだなってことも分かりますよね。こういうことを参考にすれば、どこを勉強したらいいか、何を勉強したらいいか、これ迷わなくて済みますよね。ですから2月皆さんで学年末テストあると思うんですけれど、そのテスト範囲が配られたら、学習のアドバイスや備考という部分があったら、ぜひその部分を読んで、どこを勉強したらいいか、ね、調べてしっかり勉強してください。そうすればきっとテストでいい結果が出ると思います。今回はテスト範囲のプリントをよく見ようというタイトルでお送りしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。